こんにちは、青22号です。今回からモデラーズのトヨタカムリを作っていきます。このキットはレジンキットです。箱を開けるとまずブリスターパッケージに整然と並べられたパーツが目に飛び込んできます。メインはレジン製のパーツですが、その他にエッチングパーツや金属パーツなどが付属します。説明書はカラーで印刷されています。メインとなるレジンパーツを見ていきます。このキットは通常のカーモデルのレジンキットに比べるとパーツ数は少なめになっています。メーカーによるとこれは意図的に少なくしているようで、つまりは価格を低く抑えるためだそうです。エンジンやサスペンション構造などは再現されていませんが、その分価格は通常のレジンキットの半分くらいの値段に抑えられています。最近は通常のプラキットも値段が上がってきているので、相対的に値段が変わらなくなってきています。従来のレジンキットは価格が高く、初心者が気軽に手を出せるものではありませんでしたが、プラキットに近い値段まで下がってくるとなると、プラキットメインで作っている私のようなものでもちょっと作ってみようかという気になります。価格が低いのはパーツ数が抑えられているからであって、パーツ一つ一つの精度が悪くなっているというわけではありません。原型製作には CAD が使われているので非常にシャープで正確です。パーツの合いなどもこれといって問題はなさそうです。タイヤは色が黒くなっていますが、これもレジンでできています。もちろんトレッドパターンは全周にわたってしっかりと入っています。ホイールはポリキャップを仕込むことになっています。ダッシュボードはプラだと一発で抜くのは難しい形状を一体で再現しています。こういったところはレジンならではかもしれません。レジン製という特性上、プラキットのパーツと比べると厚みがあるものがありますが、それ以外は特に大きな違いはありません。ただしパーツの洗浄はプラキットよりもしっかりと行っておく必要があります。表面にどうしても製造時の離型剤が残っているからです。これが残っていると塗装を弾いてしまうので入念に行う必要があります。通常の中性洗剤でも十分落とすことは可能ですが、今回は念のため専用の溶剤を使います。パーツと溶剤をジップロックに入れて10分間つけ置きします。ジップロックに入れるのは容器などに入れるよりも少ない量で全体に行き渡らせることができるためです。レジンパーツ以外も見ていくことにします。これはエッチングパーツですが、ブレーキのディスクや窓の枠を再現することになっています。ちょっと変わっているのはクリアレジンのようなものをあらかじめ持ってあるパーツがあることで、エッチングパーツながらクリアで立体感のあるパーツになっていて、サイドマーカーなどの小さい透過類を再現することになっています。ウィンドウについては塩ビのような材質の板で再現することになっています。あらかじめ窓の形にカットしてあるので自分で切る必要はありません。またフロントとリアのパーツに関しては窓の縁や電熱線のパターンがあらかじめプリントされています。なので自分で塗ったりデカールを貼ったりする必要はありません。このあたりはむしろプラキットより楽かもしれません。デカールなどを見ていきます。デカールは大小2枚のシートが入っています。またサイドミラーなどのミラー面を再現するシールが入っています。大きい方のデカールにはシートの中央部分のデカールもあります。小さい方のシートはロゴマークなどがクローム状に再現されたものが入っています。ミラーのシールはあらかじめカットしてあります。その他ビスや金属シャフトなどが入っています。先ほど付けたレジンパーツを引き上げます。溶剤は繰り返し使えるので容器に戻します。離型剤はだいたいこれで落ちたことになりますが、溶剤を完全に落とすためにパーツはこの後中性洗剤で洗います。早速サーフェイサーを塗っていきます。サーフェイサーはガイアノーツのエボを使っています。クレオスのサーフェイサーだとプライマーとしての力が弱い気がするのでエボの方を使っています。クレオスには通常のサーフェイサーとは別にプライマーサーフェイサーというのを出しています。それだとレジンにもしっかりと定着するはずですが、逆に言えば通常のサーフェイサーシリーズはレジンに対してそれほど定着力は持っていないということにもなりそうです。というわけでサーフェイサーエボを塗っています。希釈はだいたい1対2くらいで塗っています。通常のプラキットだともう少し薄めにするところですが、今回は表面がレジンなのであまり薄めてしまうと定着力に不安が残ります。
プラキットと違って極端に細かいディテールはないので、多少厚塗りしても何かが埋まってしまうということはありません。筋彫りは十分深いようなので、これも厚塗りで埋まる心配はしなくて良さそうです。また成形の状態が非常にいいので、レジンパーツにありがちな気泡や変形などは全くないようです。プラキットだと最初に塗ったサーフェーサーはいわゆる捨てサフとなって一度ペーパーで落としてしまいますが、今回はほとんどその必要はなさそうです。なので今回は下地のペーパー掛けは軽く表面を整える程度にして、早めに本塗装に入っていくつもりです。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。